奴らを黙ってもらおうか。なんでやんちゃっちゃうなん。自分を鼓舞しているんですよ。察しろ。知るか。さあいざ出てこい。わーお。やはり10年の歳月は偉大ですね。大人のセクシーさがさらにパワーアップしています。やはり体のラインとかも綺麗になりましたよね。どうでもいいけど、うっぷんうっぷん言い過ぎじゃない？経験豊富なんでしょう。何の経験だよ。あら、私の爆弾勝手に持っていくなよ。新手の詐欺ですな。で、爆弾を集めて。攻撃方法がまさかの巨大爆弾でぶっ潰す。もうちょっとみんなのサポート的なことイメージしてたんだけど、あまり知的な方がする戦法じゃないような気がします。普通に圧倒的火力で押したね。まあたかが一つの爆弾小鳥で致命傷を負うような敵ならば大したことはないでしょう。無能がなんか喋ってるけど、こいつら隊長のくせして質の村付けが激しすぎるので全然信用していません。え、キングドドンゴ。普通のドドンゴならムジラにもいたけどね。あいつはきっと吸ってればいけました。まあ爆弾口に投げれば。え、めちゃくちゃデコリネされてる。バサルモスみたいに背中に鉱石が乗ってるよ。これはただ爆弾投げるだけじゃ無理っぽそうですね。アラマ中央拠点に侵入されてる。あんなヘッポコ口弾相手じゃやられるのも時間の問題ですね。今すぐ助太刀に向かいますよ。私も今から行く。てかインパさん、キングドドンゴ知らないんですか。まあそこら辺は。ねえ、あと道間違えた。さあ覚悟しろキングド。手で書くね。だいぶ強化されてるようですな。インパさんが頑張ってくれてますが、こんなデカブスに踏み潰されればペッチャンコになってしまいそうです。おらこの爆弾でも食らえ。あれ全然効いてない。ちゃんと食べさせないと。あ、そっか、バカみたいに大口開けた時がチャンスか。てか衝撃はじめに広いな。情けない声出すな無能。こっちの引きまで下がるんだよ。仕方ないモブなんだもん。あ、ダメだ、普通に攻撃してるだけで反撃くらいのが落ちですね。あ、今だよ、それっぽい。よし、今だ。あれ入ってない。私が入れたよ。しかし今がチャンス。ラッシュを詰めていきたいところ。よーし、今が当たったチャンス。2人でやればあのバリア的なゲージもゴリゴリ削れるはず。削れたら特殊攻撃が出せるよ。やったやったやったんで、隙だらけの首筋に。おらー、来ました。それじゃあまた大口開けるまでの間頑張ってね。確かに HP 完全くらい削れるんですが、せっかく開けなかったな。一番よくあれに爆弾投げても意味ないんだっすね。ちゃんと怖がらず正面に立たないと。いやもうこういう大型モンスターが出てきた時は横から攻撃するっていう癖が染みついてるものですから。それもいかんな。よーし、結構な頻度で突き当ててくれますね。これでも食べろ。はーい、2度目のアタックチャンス。こいつが立て直すまでにゲージ全部削れるかな。あれ結構時間かかる。もしかしたら無理かもしれません。と思ったら結構寝ますねこいつ。最後は必殺技で終わらせる。暗いヒーローも効くねー。なんか最後は綺麗にまとまったね。えへへ、そんなに褒めないでください。そこまでだけどな。業務あんまり上手くないから。しっけいな。これはラブだよラブ。わかるか。次回からはちゃんと環境整えていきますからね。知らんがな。誰も聞いてねー。え、無能がとんでもないこと言ってますね。まあこっちの軍隊役に立つのインパとゼルダとリンクぐらいしかいないもんね。なんというガバガバ国であったか。ここに全勢力をつぎ込んだ結果、無能しかいない肝心の城にあっさり占拠されてしまいましたね。てかお姿が見えねえじゃねえよ。誰も姫様のこと見てなかったのか。徐々に明かされるハイラル軍の実態。そこらの学校の部活の方がしっかりしてるぞい。まだ残党がいましたね。その外見で一振りしたら絶対リンクさんに当たってる気がするんですが。まあまあ気にするな。断る。まあこんな光る兵士をいつまでも訓練兵に置いている時点でハイラル軍のシステムに欠陥があることは明らかです。結果無能ばかりになったんですな。おめでとうございますリンクさん。もうこれからは組織に殺される心配はなくなりましたよ。力、知恵。 NHK に出てきそうなナレーター。伝統工芸の特集とかで言ってそうですね。
トライフォース。退屈ですね、この時間。私 NHK 興味ないの。これは NHK じゃねえよ。さーてさーてリザルトタイム。私1500体倒したから大丈夫でしょ。こんな序盤から1500体も倒すもんなんですかねえ。倒す倒す。適当に言ってんだろ。なんかよくわからないやつの武器でまあこいつを使うことは当分ないでしょう。敵キャラですしね、あれ無双オリジナルキャラなんで特に思い入れもないですし。まだアクセルは思い入れあるかな。それじゃあ次回はこの火山ステージをやってきますよ。ご視聴ありがとうございました。次回もゆっくりしていってね。